みんないつまで寝てるんだ。今日はこの辺りをねぐらにするぞ。ちびとろ、ちびくろ、出っ歯、スイカ頭、起きろ、野営の準備だ。行列だ。キョンシー隊って？出稼ぎ先で死んだ人間を故郷に送り届ける遺体の行列のことだ。俺があるから言うこと聞くんじゃないか。ってことはさ、スイカ頭のおでこに貼ったら言うこと聞くかな。え、じゃあいいかいいか、ここだってここだってここだって。何の真似だよ。俺はキョンシーじゃないからな。こんな風に勝手に暴れるような真似は。うわ、あがりだ。お詫びの印といってはなんだが、この札を。何ですかこのお札。これは魔除けです。あなたはさっき教師に影を踏まれてしまいましたね。あれはとっても縁起の悪いことですよ。では失礼をば。さあ兄弟たちよ、出発。東が鬼門なんじゃよ。西に向かってればいいでしょ。西に向かってる。何をキョロキョロしてんだお前。ガオ。どっちの方向でわしの方を見たいんじゃ。キョロ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 して。どっちの角度でわしを見たいんじゃ。前にここの劇場主と約束してな。今度この町に来たら長期契約してくれるんだと。だから今度こそお前たちにも新しい服を買ってやるぞ。本当だ。うまい料理も。お、たらふく食わせてやる。本当だ。そうか、お前たちが望むものがあれば何でも言っていいぞ。よっしゃー。何が来るかよ。何が来るかよ。何が来るかよ。あ、ごめんなさい。大丈夫。ドッキー。さあ、お集まりの皆さん、我々は旅回りの武芸団です。自分の胸に手を当ててよく考えるんだ。違法博打ですかね。違法博打してたの。違法ってわけじゃん。そのことでは。児童虐待だ。児童虐待。うわー、親方。この児童虐待者をぶち込め。お前たち名残惜しいだろうが、お顔も閉めるぞ。親方。おじいさん、親方と合わせてくれる術は？あれはダメじゃん。死者を蘇らせるのは禁断の術じゃ。そこをなんとか。うまくいかなかった時の代償もでかい。そこをなんとか。ダメだったらダメだ。おじいちゃんがやってくれないなら、私が合わせてあげる。天国と地獄、神と悪魔、お前たちに命令する。黄泉の国の扉を開き、親方の霊を出しなさい。今からこの4人が連帯に行く。しかしな、それはお前たちが特別霊魂という生き霊になったからじゃ。特別霊魂。そうじゃ、あの魔術を使ったら必ずこの世に呼び戻さなければならない。でも親方はなんで出てきてくれなかったんだろう。何？もしかして親方の霊魂は
戻れない状態になっちゃってたのかな。まさか。あれ、あら、いや、剥がれてなかったけど、あれ、おい、剥がれてなかったけど、立った。